どうもシャーペンです。今回はフェアリーテールコラボ開催というわけで、まあ、ガチャも来ますからね。まだ始まってないですけど、まあなんかみんな全体的にそこそこって感じですよね。やっぱ夏かな。やっぱり SS もちょっと強かったですし、まあ友情コンボもブーストのブレスで高水準なんで夏狙いですかね。あとやっぱメンディがこの貫通インボリュートなんで、僕マーズ90じゃないんですよね。だから作りたいんですけど90、今回ちょっと50連なんでよっぽど偏らないためですね。なんとか偏らせます。どうぞ。さあ、というわけで、いやー、長期終わってガチャですね。至福の時間。行こう。今回星玉あるんですよ。最近、ちょうどイベントにハマるんですよね、星玉が。よっ！だからほんと最良すぎるんですよ、引きが。劇中もパッと終わったんで、そろそろ幸せが来そうなんですよね。ほんとに。びっくりした。星玉です。誰だっけ？こっちはインボリュートの子ですよね。ウィー。やべ、出てこなかった。やっぱアニメ見たいんですよね。まあ、この方が、パワー型のチップソーで、ケンパチェイスです。やっぱアニメ見たいっすね、ほんと。長いですけど、キャラの名前しっかり覚えたい。わーお。で、ほんとにインボリュート欲しいんだよな。90したいけど、せめて艦隊ですよね。やい！うわ！びっくりした。めっちゃでかい声だ。限定確定じゃない？もしかして。エルザじゃなくて。やべ、出てきました。ダブアビの、グレー。てか今限定確定じゃん。火がバーン出るんですね。かっこよ。しかも初めて見た限定確定演出。これまでなかったんですけど、鬼滅もハンターハンターも弾けなかったし。かっけー。あんな炎の、剛速球。星玉あれは優秀ですね、もう。16で使いたい。あとは夏とエルザ。やっぱり夏が欲しい。ちょっと待って、違う、違うやつだよ。コラボキャラ出てよ。コラボ出てほしいな、ウェンディ。コラボ出てほしいんですよね。あ、違う、今爆死なんだけど、まあ、普通に。考えたら。20連爆死。さすがに幸せが来てる、本当に。そう、うまくいかないんですよ。全部、全部。うえ。とりあえず、これ、引き切って終わりですかね。うい。じゃ、せめて、普通のコラボキャラの星音だけにしてほしいな。あははは。やばいなぁ。本当に。ああ、行ってきます。さて。いや、本当にやばいですね。まあ、全然、グレー出てるから、まあ本当に文句言えないんですけど。綺麗に今30連爆死。炎！ブー。あの炎かっこよかったし、もう一回見たいな。録画してるから、繰り返し見たい。俺の声でかかったですけど。ああ、ハイビスカス。シンプルにハイビスカス3体目、艦隊だ。お、いいね、ウェンディ。ウェンディ偏りはナイス。今なんだ、50くらいかな。55か。あ、両方とも55。ただ、これで終わる。やばい。あ、まあまあまあ。40連で、ビスカさんのみ。いや、ないね。これは、やばいかもしれんな。はい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 。やば、今回。すごい、本当に劇中の幸せ来てる。マジで。ラスト。あ、で終わった。これでまあ、ウェンディでも OK ですけど。やっぱうまくいかないですね、本当。で、なんでもかんでも。いや、グレー引いてるからいい、本当に。全然。全く致命傷ではないんですけど。おお、ここ綺麗に行ったな。はい、というわけで。55、え ?50 連でいいんか。51連での、グレイ、星玉グレイか。星玉グレイの、その50連の中身は、ハイビスカスのみっていう。まあ、
やりましたね。よかったらコメントなんか皆さんのガチャ結果お待ちしております。もうどんどんね、自慢してください。あとついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日もその動画投稿してない方は登録していただけると、これから頑張っていくね、どうか。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。